ジドエルナンピサーロ・デメストリは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身のプロサッカー選手。サッカーアルゼンチン代表。ウォンル・ティグレス所属。ポジションは MF。CA ・ラヌースの下部組織で育成され、2009年にトップチームデビュー。2013年7月、メキシコのウォンル・ティグレスに移籍。主力選手として2015年と2016年の アペルトゥーラ連覇に大きく貢献した。2017年7月、ラリーガのセビージャ FC に移籍。1シーズンでリーグ戦24試合を含む公式戦40試合に出場した。2018年6月7日、フルス、ウォンル、ティグレスに復帰。一石金は840万ユーロと見られている。2016年5月、コパアメリカセンテナリオに参加するアルゼンチン代表の 暫定メンバーに選ばれたが、最終メンバーには残れなかった。11月のブラジル戦とコロンビア戦でも、招集されたが、出番はなかった。2017年3月28日、ラパスで開催された、ボリビア戦で、念願のアルゼンチン代表デビューを果たした。2018年5月、2018FIFA ワールドカップ、暫定登録メンバー35人の一人に、 選ばれたが、最終登録メンバー23人からは外れた。ありがとうございます。